キングプリンス平野仕様、悪くないのに謝らなきゃいけない発言で再燃するスマップ公開処刑の影響と今後の展望。2023年5月、キングプリンスへの平野仕様がグループを脱退することが発表され、その後の動向が注目を集めている。特に平野の一部発言がスマップ公開処刑を思い起こさせ、 その影響が業界に及んでいる。この記事では平野の発言、ファンの反応、そしてスマップへの歴史との類似性に焦点を当て、今後のキングプリンスへの展望について考察する。平野仕様の発言とその背景。 平野紫仕様は2023年2月24日に発売された月刊 TV ナビーのインタビューでジャニーズ事務所での活動について率直な意見を述べた。その中でできなくなることが増える、自分は悪くないのに謝らなきゃいけないといった内容の発言を行い、一部で事務所批判と受け取られることとなった。この発言は 平野がグループ脱退後も事務所に残留している中でのものであり、彼の今後の活動に対する考えを示唆していた。しかし、これに対してファンの反応は賛否両論となり、一部で彼を炎上させようとするコメントも見受けられた。芸能記者によれば、この発言は長瀬角のインタビュー記事と関連しており、長瀬が映画に出演したことで話題になった。 一部では、長瀬のインタビューが平野への当て付けと受け取られ、ファンの間で議論が巻き起こったという、スマップ公開処刑の影響。平野の発言が話題となる中、スマップ、中井雅宏、草薙剛、稲垣五郎、香取慎吾、木村拓也、沖田純一が2016年に経験した、 スマップ被刑クラスマップでの公開処刑の出来事が再び注目を集めている。当時、メンバーが生放送内で謝罪させられ、これに対するファンの激しい抗議が行われた。これについて芸能記者は、キングプリンスもスマップをと同じく6人でスタートしたグループであり、メンバーの脱退や事務所との関係性において共通点が見られると指摘している。 しかし、日本テレビは新年度改編説明会で、キンプリの冠番組は継続すると発表し、スマップのような公開処刑の回避を図っている様子だ。キングプリンスへの今後の展望。キンプリは、脱退組を、スパン層である、ティアラの結束力を示す形で、最新シングルが発売初週でミリオンセラーを達成した。 これは、脱退したメンバーに対するサポートの強さを象徴していると言える。一方で、平野の発言が一部のファンを驚かせ、業界内で波紋を広げているのも事実である。しかし、これが金プリ全体のイメージに与える影響はまだ不透明であり、今後のメンバーや事務所の対応が注目されている。 彼らの冠番組が続く一方で、ファン層の変動やメディアの反応によっては、木村拓也主演の、協情ゼロ、などへの影響も出る可能性がある。ただし、キンプリは国内だけでなく国外での活動も視野に入れており、地上並みにこだわりがない姿勢が伺える。キングプリンスへの平野市用の発言がスマップへの、公開処刑、を思い起こさせ、 ファンや業界内で波紋を広げている。一方で、グループの結束力を示すミリオンセラーの達成や冠無理番組の継続など、ポジティブな要素も存在する。今後の展望は不透明ではあるが、キンプリが国内外での活動を展開する姿勢が見受けられ、その中でのファンの支持が鍵を握るだろう。 業界とファンとのバランスを保ちながらグループとしての成功を築いていくことが期待される。